こんばんは、藤原マリナです。イン福岡です。なんで福岡にいると言いますと、アートとクリエイティブの祭典明星和楽というイベントで村づくりの展示をしているからです。福岡のアジア美術館で23日、今日ですね、今日から来週の27日まで展示をしています。パピコを一人で食べられるマウントと、インスタ映え台なしマシーンと、おまじないチートマシーンと、あとツイッターでバーベキューとつぶやかれるたびに藁人形に五寸釘を打ち付けられるマシーンを展示しています。ずっとマシーンが動いていて、こうキラキラしている感じの展示にしたので、結構ね、自分的にはすごく満足な出来になりました。よかったら福岡、その近郊に住んでいる皆さん、ぜひ見に来てください。入場料が500円かかるんですけれども、 Facebook でなんか事前に参加申し込みたいなのをするとタダになったりとかするので、その辺はちょっとね、動画の詳細欄に書いてあります。多分みんな無駄作り見ている人は500円払えないぐらいすごく大変な生活を送っていると思うので。そしてですね、25日には福岡在住のイラストレーターの増田美久さんとトークセッションをします。セッションって言ったらかっこいいですね。これもちょっと1000円ぐらいかかっちゃうんですけど、事前に申し込みをしてもらえればなんかいい感じにタダになるみたいなんで、ぜひ事前に申し込みをしてください。これも説明欄に書いてあります。元気です。私は元気です。今日はちょっと告知のみになりましたが、来週の無駄作りはお楽しみに待っていてください。ということで、ぜひ福岡のみんなに会えるのを楽しみにしています。それではまた。